シーツ交換や患者さんを病外から腹外、もしくは腹外から側外にする場合は、柔らかな素材のスライディングマットが役に立ちます。スライディングマットは長い筒状になっており、その内側には摩擦が生じにくい素材が使われています。筒状のスライディングマットがキャタピラのように回転し、患者さんとの接地面がずれにくい状態で移乗ができます。柔らかな素材のため、患者さんの体位を大きく変えることなくスライディングマットの敷き込みが可能ですので、手術期管理などの急性期でもご使用いただけます。ベッドやストレッチャーのキャスターは必ずロックしてください。本製品を用いて異常を行う間は、患者さんより目を離さないでください。ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。異常間の隙間が5センチ以下であることを確認してください。まず患者さんの腕を巻き込まないようにお腹の上で交差させます。送り手の介助者が患者さんの下にスライディングマットの回転機能を利用して敷き込みます。足が交差できる患者さんは交差させます。頭と両足の下にスライディングマットが敷き込まれていることを確認します。患者さんの体の3分の1程度がスライディングマットの上に乗るようにします。体が乗っていない距離が異常の距離になります。送り手の介助者は患者さんの肩と大腿部あたりに手を当て、自分の体重を預けるように押すとスムーズに移乗できます。手全体を面にするようにしましょう。また患者さんに当てる手の角度は、介助者の体重が伝わりやすくなるよう、接地面が大きくなるように当てます。肘を曲げずに押すことがポイントです。異常が完了したらスライディングマットを引き抜きます。患者さんの体の下に介助者の手を差し込み、スライディングマットの下側を掴んで回転機能を利用して引き抜きます。患者さんの体になるべく触れずに介助する場合は、タオルを併用すると良いでしょう。患者さんの腕を巻き込まないようにお腹の上で交差させます。タオルごと患者さんを側外にしてスライディングマットを敷き込みます。枕の下にスライディングマットを敷き込むと、枕ごと移乗ができます。足が交差できる患者さんは交差させます。受け手の介助者がタオルを引っ張ります。この時腕を伸ばしたまま、自分の体を後ろ側に倒すような感じでタオルを引っ張ります。そうすることで腕の力ではなく体重を使った無理のない介助ができます。異常完了後、スライディングマットを抜くときは、スライディングマットの下側を掴んで回転機能を利用して引き抜きます。車椅子からベッドへの移乗方法を紹介します。車椅子はアームレストおよびフットレストが脱着もしくは対比可能なリクライニング式車椅子やチルト式車椅子が対象になります。車椅子のチルトの角度とベッドのギャッチアップ角度を合わせます。異常元の高さを少し高くすると異常しやすくなります。
スライディングマットを患者さんの体の下に回転機能を利用して敷き込みます。頭と足の下にスライディングマットが敷き込まれていることを確認します。患者さんの両足と両肩を支えながらスライディングマットの回転機能を利用して移乗します。移乗後は患者さんをベッドの中心に移乗します。この時も患者さんの肩と大腿部あたりを押します。ベッドの高さに合わせて姿勢を低くして押すと腰への負担が軽減できます。移乗完了後、スライディングマットを抜くときはスライディングマットの下側を掴んで回転機能を利用して引き抜きます。タオルを併用する場合はタオルごと患者さんを側外にしてスライディングマットを敷き込みます。移乗先側の介助者がタオルを引っ張り移乗します。車椅子側の介助者は足が脱落しないよう支えます。スライディングマットを引き抜くときは、スライディングマットの下側を掴んで回転機能を利用して引き抜きます。チューブとスライディングマットは取り外して洗濯機で洗えます。柔軟剤のご使用はお控えください。自然乾燥もしくは低温のタンブル乾燥が可能です。汚れを防ぐためのディスポーザブルチューブをご用意しています。